アメリカ海軍でのバーベキューの様子ミシシッピテストは、バーベキューにおける簡易的な温度の測り方。アメリカで考えられた方法で、温度計のない場合でも火の温度を推測する方法。焼き網の上20センチメートル程度に手をかざし、何かうんと耐えられるかによって、火の温度を推測する。アメリカで、BBQ マスターと呼ばれるスティーブン・ライクレンによると、カウント方法は、ワンミシッピー。 ミシシッピー。だが、日本では、1ミシシッピ、2ミシシッピ、3ミシシッピという測り方と、ミシシッピ、ミシシッピ、ミシシッピという測り方があり混在している。出店により、カウントと推測される温度の比較はまちまちであるが、ここでは、日本バーベキュー協会の記載に基づく。AB、ミシシッピテストとは日本バーベキュー協会。 2019年11月10日閲覧。カオスだもんね。行落シーズン到来。アウトドアでのバーベキューがはかどる3種の人技はこれだ。週刊アスキー。角川。2019年11月10日閲覧。スリーストラティジーズ・フォー・パーフェクト・ステークス。スティーブン・ライクレンのバーベキュー辞典。ワークマン・パブリッシング。2019年11月10日。閲覧。 カオスだもんね。限定試験で BBQ のコツを習得。週刊アスキー。角川。2019年11月10日へ図覧。バーベキューの達人が実演する BBQ 専門店とはリバドールニュース。LINE。2019年11月10日へ図覧。ありがとうございます。